急ごう。死ねえ一挙。海王様を裏切った罪は重いぞ。になって敵を引きつける。剣は豹を連れて先に大聖殿へ向かってくれ。この砂嵐、傷ついた俺と一緒では抜けられまい。ケンシロウ、俺を置いていけ。お前の足手まといになりたくはない。何を言っている。共に行くぞ、ヒョウ。奴らの狙いは、ヒョウ。なんとか逃げ切ったみたいだな。さあ、大聖殿に向かおう。手当てをしなくては。いや、
もはや俺の傷は手遅れ。それよりも大聖殿に一刻も早くケンシロウの封印を解かねば。よし、俺が先に大聖殿へ行こう。あんたたちは待っていてくれ。すぐに助けをよこす。あなたはどんどん危険なところへ行ってしまう。それを止めることができないのなら連れて行って。ここが北斗宗家の大聖殿。今日もケンシロウもここで生まれ育った。誰だ。海王。赤シャチといい、親子揃ってこの海王に砂をかけるとは。たかが小虫にこれほど怒りを覚えたことはない。ベイヤ、逃げろ。ボツボツ死ぬか。というなら、その女どもからぶち殺してやるわ。待て、俺はまだ戦えるぞ。ならばそこで己の無力を知るがいい。レイヤ、逃げろ。レイヤ、仮にも北斗流拳を学びし者が女ごときに命を捨てるというのか。その腐った心情はもう見るに耐えぬわ。死ねえ。許せ、レイヤ。俺はお前の命一つら守ることができなかった。何？女人像から涙が。あと。なぜ？なぜ鍛えたはずのシャチが。まるで女人像がシャチの朽ちた体を突き動かしているようだ。しかし、シャチごときの武士、当然この海王の敵ではないわ。仕事着に組みするか。もう俺の血が汚れているというのか。よかろう。シャ
シャチの体ごとコッパミ。そこまで来ている。初めて人数を発した音はケンシロウを呼ぶ声。そう、俺が戦っていたのはシャチではなく宗家の亡霊どもであった。いいだろう、ケンシロウに組みするならばそうするがいい。俺は封印を解いたケンシロウを倒してみたくなった。北斗神拳の究極奥義は愛。ならば北斗龍拳の奥義は悪。悪は愛をも支配することを今こそ教えてくれようぞ。女人像が俺に力を貸してくれた。おかげでお前を守ることができたようだ。最後だ。一つだけ聞いてくれ。俺があの時なぜ心を捨て、お前の愛を捨て、羅刹となったのか。俺は密かに私塾を開き、愛を子供たちに説くお前が好きだった。だがこの国ではその行為はあまりにも危険すぎた。そのままではいずれお前も修羅に捕まり殺されていただろう。それだけは、俺はお前のそんな姿だけは見たくなかった。だからレイヤや子供たちが安心して生きてゆける世の中に、お前が殺される前に少しでも早く俺の力で変えたかった。分かってほしい。し続けた血は全てお前のためだったこと。シャチだがもう心配はない。剣の封印を解く者が愛ならば。そうだろう。はるかに深い。さらばだ、レイヤー。
血はもう枯れてしまった。チャチ、サチ、ありがとう。私は今こそ胸を振り愛を語れる。サチ、この姿は天、北斗宗家の象徴、この女人像とシャチの心が私を守ってくれました。俺を呼び寄せていた声が、この女人像が俺を。では、ヒョウの言う封印を解く鍵はここに。ゲン、何か文字のようなものが刻まれているわ。これが封印を解く正当か。ケイン、そこに記された文字を解読する力はお前にだけ隠されている。飛行四方輪を突くがいい。その時その力は意識の底より湧き出る。オウム柱、マヌパラヤ柱、二度目パワッサルバ、サルバカルマチターン。お前はそこで一人の男の生涯を瞬時に体験するだろう。ケイン、その男と共に人の世の限りなき悲しみに涙するがいい。そして天を突く怒りに身を震わせるのだ。そして最後にその男の大いなる遺言を伝承するのだ。その石柱には一体何が。北斗神拳創始者の聖絶なる章、そして大いなる遺言が刻まれていた。では北斗宗家の封印はついに。どうやら海王の居場所を指し示しているようだな。シャチ、俺のなすべきことはすでに見えた。お前の死は決して無駄にはせん。